いつも山崎幸太郎チャンネルをご覧いただきありがとうございます。森哲子です。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。それでは山崎先生、お願いします。はい、こんにちは。山崎幸太郎です。えー、今日はですね、えー、ジャニーズ問題に絡んでね、もうちょっと、もうちょっと突っ込んで話をしてみようかなと思うんで、すジャニーズ問題に関連してですね、 経済界の財界3団体っていわれるものがあるんですよ。経団連と、えー、経済同友会と、それからととあ商工日本商工会議所ですね。このね、3つの団体、経済団体の財界の団体のトップが、会長とか会,会頭とかっていう代表幹事とかそういう人たちがですね、3人揃ってね、ジャニーズ問題を取り上げてるんですよ。そしてね、 ジャニーズ問題はね、これはもう犯罪だからなんとか消しからんとかなんとかって言って、要するに、ジャニーズ事務所に、の経営にまでタッチして、口出ししてるわけですよ。僕は別に何しようと構わないから、どうでもいいんですけどね。日本の財界のトップのけ、えー、財界3団体のトップがですよ、ジャニーズ問題のような、まあ、ジャニーズ問題ごときにって言っちゃうと、語弊があるかもしれないですけど、 まあジャニーズ問題に大真面目にですよ、これは犯罪でけしからんとかなんとかって言ってるのを見,見てるとですね、ああ、日本が落ちぶれるのも当然だなと思うんですよ。なぜ日本の経団連とかね、えー、経済同友会とかね、日本商工会議所かとか、こういうところのトップはですよ、テレビやマスコミ関係の芸能界の話題にね、 まあこの話題が重要だということも分か,り、ま、分からないわけじゃないんですけどね、この問題に大真面目に取り組むというか、それを記者会見、わざわざ記者会見までして、ね、で出てきてしゃべるという、このね、ばさ加減というのをね、もう一回かね、我々は確認すべきだと思う。経済ど、この団体の、ね、トップの連中というのはやるべきことがまだ山積みしてるじゃない、他に。 あの、例えばインボイス制度とか消費税の問題とかですね。うん、えー、それからあの、外国からの移民問題とかね。えー、それからあの、ウクライナ戦争に関して、<laughs> 岸田のアメリカべったりのやり方とかね。それからあの、世界中飛び回って金をばらまいてくるあの、岸田政権のやり方とか。こういう問題について、 真剣に取り組んでるんですか、財界3団体の経営者たちっていうのは、トップは。何かもう分かりきったね、もうすでに誰でも分かりきってるジャニーズ問題、今すら分かりきった話をね、もうすり切れたね、レコードみたいな話をね、してね、なんかちょっと、あいきがって見せたってね、それはバカバカしいだけですよ。 紀藤弁護士ってなんかあの、なんとかっていう、ねあの、統一教会問題で結構活躍した弁護士がいますね。紀藤弁護士なんかもね、日本経済証拠会議所の回答が、この、うん、ジャニーズ問題は、性犯罪である犯罪である許さない、決して許さないとか、なんとかって、そういうのを話をしたことにお、大真面目に取り上げてですね、すごい褒め,褒めたたえてるんですよ。僕はばそれは褒めたたえてもいいけれども。 経済団体のトップがこんなことにかかづらっていていいのかと。あんたたちはもっとやるべきことが他にあるだろうと。日本経済が今こんなに水浸しになってボロボロになってるということをどうやって立て直すんですかと。ジャニーズ問題どころじゃないじゃないですか。ジャニーズが一つ潰れようと潰れまいと関係ないですよ。日本経済にとっては、ジャニーズが潰れればまたもう一つの新しい第二のジャニーズが出てくるだけのことであってね。別にどうってことないじゃない。だって、ジャニーズ事務所のジャニー北川さんっていう、 トップがですよ。もう亡くなったから、うんうん、あれですけど、その人が、えー、つまり少年犯罪って、少年性加害を加えてた、少年たちに加えてたって、そういう話だって、ちょっと見方を変えればですよ。今のタレント事務所とかね、その芸能事務所の中にはいくらでも転がってるわけでしょ。例えば女優さんたちがさ、テレビの主役をやるとかさ、映画の主役をやるとか、まあ、早く、した役でもいいんだけど、 そこに出るっていうときには、何らかのこういう性加害に値するよう匹敵するような、それにものが全くないとは言い切れないでしょ僕はあ,のー、あんまり詳しくないけどテレビ、テレビ業界の人たちとはちょ,っとちょっと話を聞いたことがあったんですけど、昔。そうするとね、テレビ,テレビ番組持ってるプロデューサーとか、ね、ディレクターとかなんとかっていうやつがね、もうふんどり返ってるんですよ。それでね この人たちの周りにはまた女たちがね、たむろしてるんですよ。僕はこれやっぱりそれは現実なんですよ。今も変わってないと、全然変わってないと僕は思いますよ。これをね、何かね、もう何も,いいい何もなくてね、ジャニーズが初めてこんな事件を起こしたかのようなことを言ってるでしょ。とんでもないですよ。もともとね、ジャニー喜多川さんの問題っていうのはですね、 まずあのあれですよ、えーそのの、男同士の恋愛ですよ男色っていう男色、男色というやつじゃない、これが一つのステップですよね、でもこれは LGBT 法案が、うん、通ったこともあ,あってです、ね、今こううこ、これをこ特別にですよなんか悪いことか犯罪かなんかみたいに言う人はもういないですから、それはそれでいいんです。 もしジャニー喜多川の場合は、ジャニー喜多川の反性,反性加害というの,のの問題点というのは、相手が少年だった場合、未成年,未成年者だったということに関わっているわけでしょ。まあ、それは別にいいですよ。それは犯罪は犯罪だから、裁判なり何なりで裁けばいいことだから、僕はそれは別に何も、それを擁護するつもりは全然ないけど、でもそれで全部、えー、ジャニーズ事務所の全てが、 あのぶっ壊ししていいっていいとうことにはならならでしょジャニーズをジャニーズ事務所のジャニーズ系タレントとそういうものを、えー、支持して応援して、えー、声援を送ってきた人たちはもういろんなあのファンクラブなんかを通じて経済的にも援助し,てあの援助したという方の協力してきた人たちというのは日本中に5万といるわけでしょ。その人たちの思いとい,いうか思い込みまでも潰す必要は すすることができるんできんか僕何この経済団体の連中が出てきて今更出てきてあのジャニーズがけしからんとかっていうようなことを言うっていうこと自体はじゃああなたたちは日本国民がけしからんって言ってるようなもんですよとそれでいいんですかとまあ僕は、まあ、もう何回も言ってるけどジャニーズは、えー、事務所も嫌いだしジャニーズのタレントたちもあんま好きな人は一人もいないし君たくなんか大嫌いだからいいんですけどそれでも僕はそ,のそういうやり方はおかしいですよと。 だから、ましてだここに経済団体が出てくるっていうの、この人たちはやることがあるでしょ、何回も繰り返して言いますけど、今、日本は非常に経済的に大問題を抱えてるわけじゃないですか。東芝が今さ、東芝のええー、抵抗バービートとかなんとかいう、その TOB、えー、<coughs> 株,株式公開買い付けが成功して、国内,国内企業ファ,ンファンドが、国内ファンドが、 東芝を買い取ってい取るととうことになったで、えー、東芝はこれで上場廃止でもう一回再建し直すということになった。これは僕は別にいいことだと思いますよ。で、この財界3団体ははっきりとこの東芝問題についてどう思ってたんですかどういうフォローというかその対応をしてきたんですかと。それは他にもあの、えー、日産のゴーンの問題なんかもありますよね。ああいう問題についてこの人たちはどう思ってんだと。 それからもうさ,っきさっきも言いましたけど、ウクライナ問題もあるし、それから岸田さんの外交問題とか、この人たちはそれであの一緒に経済団体やその大企業の幹部たちがドろドろくっついて世界中を回ってるわけでしょ。これが果たしてどういうことなのかに、これは日本経済にとってプラスでマイナスなのか、ど,どっちなのかということをもっと深くき、えー、研究して、 極めて欲しいなと僕は思うんですよ大会団体のトップクラスだったら、あの岸田さんあたりにもそい言いたいことがあったら言えばいいじゃないですか。今ね、経済団体のね、この名簿を見るとね、経団連の会長、徳良正和っていうあの住友科学出身の人がなってるんですよ。この人の顔を見たらね、本当にがっかりするぐらいにねあのしょんぼりした顔してますね。僕はこういうい顔がねまず大事なんですよ 小林秀雄はね、えー、文芸評論家になりたいんですけどとかで若い人がね、小林秀雄のところをた訪ねてきたときにね、一発で言い,言い返したんですよ。まず、えー、文芸評論家になるためにはどう,う,どうすればいいんですかと聞かれたので、小林秀雄は何て言ったかってっ、顔だよ、顔。お前さんは顔ができてないからまあだめでしょ、だめだよ。だから僕なんかが例えばね、尊敬する。 えー、作家とか評論文芸評論家とかっていうのは大体みんな顔が立派ですよその。それはイケメンだとか美男子だとかそういうことじゃないですよ。別に石原慎太郎みたいな人たちばっかりいるわけじゃない。でも、ブサイクはブサイクな人なりに堂々としてる貫禄があるといみがあったわけです。松本誠二はもうとんでもない顔してましたけど、あれも凄みあったじゃないですか。えー、吉川英二とか、わけのわからない人たちもいっぱいいるんだけど。 みんんなすごいいね。ね、崎郎とかるんですよ。でもそれぞれ一家を構えるっていうことは一時代を築くっていうことはそれ相当の顔をしてないといけない。なんであの経団連の会長の徳川っていうのはしょぼくれた顔してるんですかだからあれはさ貧乏サラリーマンのあの田舎のさ工場長かなんかやってるような顔してるでしょ田舎の工場長だってあんな顔してませんよ。で、あの、 えー、経済同友会の,あの新浪武って、もうこの前言いましたけど、これについては言いませんけど、まあ、顔がまともなのはこの新浪武ぐらいでね、日本商工会議所の会、ね、長の小林、小林健っていうのかな、小林武史とかなんとかこの人だってね、本当にね、安サラリーマンのね、どうしても、ね、駅前あたりた、どぐろを巻いてるようなサラリーマンのような顔してますからね、ああ、日本も落ちぶれたなと、つくづく思いますね。 僕が知ってる人たちってないんじゃなかった。例えばね、あ僕が知ってるときはね、もう経団連の会長とかね、そういう人たちはね、もう全然風格が違うん。銀行の頭取って言ったときもね、結構風格が違うと。そこら辺の、えー、若いね、ペイペイの平社員みたいな顔はしてなかった。今のね、経団連会長とかね、経済同友館とか、もうはっきり言って情けないですね。僕はまずあの、顔洗ってから出直してこいと言いたくなりますよね。 だから、えー、今、インボイスとかさ、それがマイナンバーカードとかいろいろ問題ある,あるけど、でも根本的な大問題は、日本の経済シ,システムとかそういうことを考えなくちゃいけないわけでしょ。今度あの例えば消費税がどうのこうのと、インボイスがどうのこうのとか、僕はあの経済問題についてあん,まりあんまり深い興味はないんですけど。 のの像の財界の連中っていうのはこういう問題に、えー、興味を持ってですね、本格的に取り組んでほしいですね。ジャニーズ問題に本格的に取り組む場合じゃないでしょ。大事ですよ、ジャニーズ問題も大事でしょ、それは。でも、それは芸能に畑の人たちとかね、そのそのその芸、えー、ジャニーズ事務所の弁護士とかね、その裁判所の裁判官とかなんとかがいろいろ話をするわけでしょ。それにね、経団連のトップがね、 経団連の会長とか会、会頭とかね、そういう人たちが、え、ジャニーズ問題がね、我々にとって大問題だ。大問題じゃ全然ないですよ、はっきり言って。ジャニーズ問題なんて吹けば飛ぶような問題ですよ。だってさ、だからさっき冒,冒頭に言いましたけどジャ、ジャニー北川さんがやったことっていうのは、えー、少年愛でしょ別にそれが少年愛が悪いわけじゃないでしょでね、じゃ <coughs> それを犯罪犯罪だっていうのも、それは法律的に見たら犯罪になるでしょでも今はもうあその、その犯罪も法律的に言えば、時効が成立してるらしいじゃないですか。時効が成立してる犯罪を大騒ぎするっていうのも、いかがなものかなと思いますね。まあ、その経団連のトップとか、えー、経済同友会とかそういう。で、あの、あれでしょ最近のあの、 えー、企業企業大企業の中にコマーシャルをやってた連中というアサヒビールとかキリンビールとかも含めて、セイコーとか、そういうのも含めて、バタバタと、あのー、コマーシャルを、えー、契約解除とか、契約切りとか言って、大騒ぎしてるでしょ、だからもう、この横並び一線の集団行動が、もうどうしようもない、日本の経済のだめさを象徴してますね。 で今ね、僕は今必要なことはね、例えばウクライナ戦争に伴ってね、世界経済はどうなってるかって、アメリカを中心にしてたドル経済がね終わ、終わりかけてるんですよ。それにね、えー、岸田さんはまるっきりアメリカしかない、我々が付き合う相手はアメリカしかないんだとかなんとかって、夢みたいなね、寝ぼけたこと言ってるわけですよ。それについて、経団連の会長たちはどう思ってるんですかね経団経済、経団連とか同友会とか商工会議所とか 全くもう、うんうん、全部首をすげ替えた方がいいです、ね。あ、そうそう。それからね、中国とロシアの悪口言ってれば、そ世の中はそれで済むと思ってるかもしれない。そうじゃないですよ、はっきり言って。分かってるはずじゃん、勉強すれば。ちょっと、ちょっと本読めば。もう、この、ね、ネットとかね、YouTube とかをやってる人たちでも、 いろ,いろんな意見があってね、他の意見もあるわけですウクライナばっかりじゃないですよ。まあ中国はあれだっけど、中国とか問題を型、型を持ってきましたね。今また我々は、えー、中国問題が大きくクローズアップされてる、台湾問題がクローズアップされてるんですよ。じゃああなたたじゃどう思うんだこの台湾というのはどう思うんだ台湾というのは半導体の問題が絡んでるから、もっと大事な問題が、 えーえーえー、台湾と中国との問題、台湾有事は日本有事とか言って安倍,さん安倍晋三さんは言っ,たらしい言っていたらしいですけど、これはどう思ってるのか、半導体の問題はどうするんですか。日本の経済の一番核心部ので、日本が一番経済的にれ、潰された大きな理由は、この半導体を全部アメリカの力で手渡したことによるわけでしょ。今、台湾と韓国が半導体を全部握ってるらしいんですけど。 で今、えー、この,あのとんちんかんなことをね、えー、熊本に半導体の工事を作るとかなんとか言ってるけど、これってどうなんですかいいことなんですか経団連の会長とかね、その経済同友会の,その連会頭とかのね、日本商工会議所の連中にはね、そういう問題をもっと深刻に考えて、ここに向けてはは発信してほしいですね。じゃあ日ズ問題どころじゃないんですよ、はっきり言って。我々だって、 一般庶民だって、一般市民だって、ジャニーズ問題で騒いでるように見えるけど騒いでませんよ。あんなものは芸能界のテレビ業界の中のほんの一部のさざ波に過ぎないんですよ。別に誰かすごい人を殺しとかさ、集団人殺しとかしたとか大量殺人したとかって、そういう大事件じゃないでしょ。でね、ジャニーさんっていう人は不思議なことにね、えー、 その、えー、せせい性,性加害をですね嫌だっていう人にはしなかったっていう。ということは性加害を受けてる連,連中って大体まあそうしょうがないと諦めてるんですが、僕は芸能界でデビューするデビューできるんだったら少しぐらい我慢しようと思ってたら連中なんじゃないのみんなそう思ってますよ、はっきり言って。えー、一般日本人は。それをね、 えー、一部のテレビとかマスコミの、ね、業界の芸能レポーターみたいな人たちは大騒ぎして、いやー、すごい、すごい、すごいって,ってそれに乗っか,かってるけあの、この経済団体のね、ん会長、会頭、とんでもないばかですね、はっきり言って。もうみんな引っ込んでほしいね、早く。どん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 つかえ首をつげかえてほしいなと。というわけで、えー、今日は経済団体、 財界団体の3団体のトップの人たちがジャニーズ問題についてあれこれ議論してる、議論というか口を出してるけれども、そんな暇があったらお前たちは日本経済がなぜこんなに落ち込んできたのかということについてえ研究して、それでその上でそれについて議論してほしいな。もしでょっとやめてくれと。 岸田さんのご,ご祭りばっかりやってたんじゃダメだって。アメリカのご祭り、岸田さんのご祭り、ダボス会議のご祭り、えー、経済同友会であのサントリーの社長の新浪剛なんていうのは、この前言いましたけど、<laughs> ダボス会議に出っ張りで、出ずっぱりで、もう誰の言うことを聞いてるのかと。もっと経済問題は政治問題が絡んで、国際政治問題が絡んでるから、その国際政治から見た、えー 経済問題というものを、この連中には、財界3団体の連中には、えー、議論してほしいけど、全くゼロ、もうこれは日本がもう、えー、これ以上成長も見込みもないし、また没落する一方だということを象徴してますよ。はい、じゃあ、今日はこの辺で終わります。ありがとうございましたご覧いただきましてありがとうございました。 チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。